はい、どうもライブでございました。はい、こんな感じでございます。お二人は初めて聞くと思います、ね、その生ライブ。そうですね、はい、あの映像ではね、あのちょっと拝見させてもらったんですけど、やっぱり違いますね、あの映像と生は違います。そうですね。いやもう、でもね、柴田さんのね、この浮き足立ち方がね、から多分だいぶあのもうすごい伝わってきますよ。今日すごい、あの、ね、ライブ歌ってね、イントロ始まってからこうボーカル入った瞬間にもうズワーあの鳥肌立ちました。やーべーと思って、なんか変なものがいっちゃいましたね。浮遊霊かな、浮遊霊ぐらいのものなんで、何ならもう取り付いてもらっていいんですけども、大丈夫なんですけども、あのその柴崎のライブで会場とかでもずっとそうだったんですけど、はい、あのカバーが多かったりとかしたり。あ、そうですね、その好きなミュージシャンのカバーとかって昔からやっぱりしてたんですか。してましたね。やっぱビートルズとかですか。うん、ビートルズ。でもビートルズはね、ちょっとね、俺より上なんですよ、世代的に。俺は姉貴の世代なんです。だから3つぐらい上の人が結構ビートルズ。ね、ちょうど今来て、今ニュースになってますけど。あー、ポールさんね。ポールさん、何しに来たんだ、大丈夫かな。病気になりちゃうんじゃないの。ビートルズだとちょっと。あれ上だとなると、うん、あのグループサウンズの時代になる、ね、そうですね。タイガースとかスパイダースとか、うん、あとベンチャーズ、はい、もう始まりがベンチャーズで、で中学入ってグループサウンズの真似してやったり、うん、あと寺内武志さん、うん、あで中学1年の時にクリームを聴いたんですよ。はいはい、もうそっからですね、あのそっちの方向に行った、うん、だからクリームを聴き始めて、うん、高校3年あの中学1年から高校3年になるまでずっとほとんどクリームしか聴いてなかった、時代がありましたね。うん、だからあのその頃入ってたセッペリンとかそういうの、うん、ハードロック系、ディープアップルとか、うん、ほとんど聴いてないですよ、ね。ずっとクリームばっかり聴いてたんで、うん、クリームが好きだった。クラプトンが好き。クリームが好きですよね。クラプトンも好きですけど、そのクリームのなんかその出すサウンドとか携帯とかやり方とか、だからそれが大好き。未だにそのトリオバンドやってます。あ、なるほどね。高橋さんはその手の指がこうちょっと、はい、なんていうんですかね、あ、ちょっと変形してますね。かわいいですよね。かわいいですね。手悪いみたいな。そうでしょ、ね、見えますか。やっぱ弾いてると変わるもんですかね。あのね、長さ違いますよ、これ。ね、よく言いますよね。バイオリンの人は小指だけまだ良い長かったですよね。右、弾く方が短くなったってこと？弾く方が短くて、うん、どっちなんですかね。指は左手が伸ばすから、伸びちゃうんですか。こっちが伸びたのか、私は分かんないけど、こっちも長いんですね。爪が大きいですね。うん、あと扁平して、あとすごい深爪になっちゃう。深爪で、あ、そう、爪の長さ変わってきますよ、ね。はい、爪の長さも違う。いい感じの深爪です。ありがとうございます。深爪褒めやもん。やっぱりこう、あ、いいですね。ここのね、肉の乗り方がすごい最高ですね。あと爪目指しますね。でもめっちゃ硬いんですけど、僕そんな硬くなってないですね。まだまだだな、じゃあ。それだと毎日のようにライブするから、そうなりますよ。これ他にも何かいろいろありますか。これ今日最後にこのここから曲をやろうと思うんですけど、はいはい、それはね、あの親ですか。ファンタジーファンタジーファンタジージージーの G なんですよ。あのダウンタウンブギウギバンドの新井武さんというベーシストがいるんですけど、はい、彼と2人でやってるユニットです。でこの時は彼はベースを弾いてなくて、はい、あのアコースティックギター。あ、そうなんですね。スポーイズスタッフ、ブルースボーイ115って感じ。これはね、あのこの数字は、はい、あの毎年変わるんです。あの2人の年齢を足した数なんで。あ、これただ俺今年から16歳になったから随分これは下がると思うんだけど、ね、あとあの CD 版が並ぶと大変じゃないですか。名前は全部違うみたいな。そうそう、名前違う。1年に2つずつ上がる。で今はね、ブルースボーイズ121です。7月新井さん誕生日なんで、122になるんですね。で9月になると私が誕生日なんで123まで行きます。なるほど。こういうのもやってやってますね、はい、この数字がどこまで上がるかも楽しみです。ちょっと CD の宣伝しましょう、はい、これはですね、はい、
ちょっと企画もんの CD なんですけど、はい、名前がミュージックディクショナリーって言って、はい、80年代にちょっとくくりはおかしいんですけど、はい、活躍したギタリストを集めて、はい、こうで今回は、これ第1弾なんですけど、私と、スペクトラムというバンドの西真嗣君 と、はい、キャロルの宇宙美さんの3人で2曲ずつ持ち寄って、はい、6曲入りのギター3人、一緒に弾いてる、一緒にはやってないです。あ、2曲ずつ、2曲ずつ持ち寄って、はい、CD でした。これはギターの印象に似たんですか？いや、歌なんです。なんです CD っていうのはどうやってら出せるんですか？出して出すかいって言われるんですか？出したいっていう、両方ですね、出したいっつって、こうそのレコード、今会社に持ち込んで、やってっていうのと、あとは向こうから出しませんかっていうのを、私の場合はやってって言ったんですけど、わかりましたと。で、これはペンギンですね。で、さっきちょっと話をしましたけど、音源自体は32年前に撮った音源です。気になる。これすごい、これいいっすよ。私大好きです。自分で言うのもなんですね。ジャケットめっちゃかっこいいですね。これ自分で撮ったんですよ、写真。あ、そうなんですね。でね、月に見えるけど、見えました、見えました。月じゃないんですよ。ね、なんか空なんです。この建物を、魚眼これね、六本木の新近代なんとか美術館が新しくできたとこがあって、そこの中庭でこうやって撮ったんです。うまいこと、うまいことね、撮れてですね。手作り感あるでしょうか。はい、こちら7曲入りで、はい、まだ写真がね、めっちゃ若いじゃないですか。写真ですから、ね、これそれで今もその活動するんですね。ペンギンは活動始めました。はい、うん、これは再結成なんですか、再始動なんですか。再始動ですね。再始動、うん、ただその当時のベーシストの方が今ちょっと行方不明で見つけられない。ベースは変わってますよね。なるほど。今まだ音楽活動バリバリで順調なんですね。順調ですよね、うん、まあだから普通に言うメジャーな仕事は一切やってませんけどね。そのさっきその音楽歴史で20代まで来ましたけど、30代、40代、50代っていうのは、うん、もうこう転機みたいなのは特になかったんですか？ね、いい感じでやれてる感じですか？一回ね、やめたんです、音楽。音楽ほら、いくつぐらいだっけ、モンタ終わってで、だから30、結婚したのが27歳で一回結婚したんですけど、うん、それで2年ぐらいして辞めたかな。結婚と同時だったかな。仕事辞めちゃったんだけど。なんで辞めちゃったんですか？なんですかね。なんかちょっと嫌だと思ったんですか？いや、違う方向にちょっと心が向いちゃったんですね。こっちの違うじゃん。ちょっと宗教関係とか行ったんですよ。そうなんですか？そうそうそう。で、だ既成の宗教じゃなくて、はい、自分で宗教法人を立ち上げるというところで、スタッフの方向で書いてるんですけど、それに関してはあんまり言うと、なんかまだやってるんだよ、その宗教。で、まだ戻ってきたんですか？で、そこ波紋になって、女性関係で。結婚したばかりなのに。そうそう、なんかすごい近い匂い感じるんですけど。離婚して、もう全てを見せて。ね、全部あげて、でまた最初っていう感じかな。そこからはじゃあまだ順調ですか？そこからはもう音楽一筋。なるほど。いつからそんなにずっとこうニコニコされてるんですか？何をそれはもう子供の頃からかな。そうですか。へえ。だからそのすごいなんか辛いことがあってそれを乗り越えてからニコニコしてるとかではなくて、ずっと子供からあんまり辛いと思ったことがない。へえ。その自分の生い立ちを書かれてるんじゃないですか、あなたの。あ、そうです。僕とかはもう3年ぐらい前に会社リストラされたりとか、派遣切りってなんか急に契約切られたりとか、その後結構辛い経験あって、割とそれからこう開き直ってちょっと楽しく生きるようになったんですけど、あ、子供からじゃあそのギターが大好きな少年でニコニコされて、そうですね。でも結構人から見ると辛い状況だったらしいです。ああ、そういうの。そうなんですね。でも個人としてはあんまり感じない。へえ。小学校の時はもう本当にね、友達いないです。
ずっと一人だった、うん、それでギター始めたんですけど、あそれ書いてよかったんですね、それはね、うんうん、まあそのちょっとタイムリーというか、ちょうどあのアスカが捕まってるじゃないですか。まあ、はい、タイムリー、はいまあ、よくそのありがちなのは、はい、そのいい思いをするとね、そこからこうキープできなくて、その当然ダメな時もあるから、こうでそういうところでいい思いをした分だけその落ちた時に辛いからみんなドラッグにハマるみたいな、よく今言われがちじゃないですか。でもどうなんだろうね、人は人ですけど、うん、私は気持ちいいからですよね。なるほどね。なくても気持ちよくなれるっていう、ね、なくても気持ちよくなる、まあね、うん、ドラッグのことに関しては俺あの別に法律で取り締まる必要はないと思うんですよね。だったら酒とタバコやめてほしい。まあね、うん、その、うん、学術的には酒もタバコもドラッグが入ってるからね。そうです。だってお酒の禁断症状が一番ひどいんですよ、どんなドラッグよ。そうなんですか、うん、実は、タバコよりももちろんもちろん、ヘロインよりも。まあそうなんです、まあいろいろそう説はあるんですけど、中毒性が高い。でタバコもお酒もやんない。あ、そうなんですか、そうなんですね、はい、もうなんかただね、タバコはね、はい、小学校5年から吸い始めて二十歳でやめた。二十歳でやめたんですね、うん、あもう大人になったらタバコなんか吸っちゃいけないと。そうなんです、なんか逆です、逆です。そう、面白いですね。もうね、その辺は本当難しい話ですけどね。俺はちょっと変わってるからね。まだそれはそれでこう幸せだったことですね。いいパターンだったことですね。いいパターンでしたね、うんうん、だから全然なんか苦労もしたことないし、うん、いや、辛いなと思ったことはあんまりないですね。鈍感なのかもしれない。じゃあこれからもいい感じで続けていくぞって感じがする。そうですね、うん、毎日楽しいもんだって、今日だとここに来てこんな好き勝手な話せるなんて最高じゃないですか。すごいですね。ちなみにそのライブオファーとかって、うん、出せばこう、まあ、スケジュールさえあれば会えば OK、 もうどんどん行っちゃいます。うん、ちょうど、ね、僕の友達とかも前々から呼びたくて、あそうなの、呼びたい呼びたいって言ってたんですけど、言って呼んでいいのかな、僕たちみたいな。全然 OKOK、 ちょうど仙川にお店持ってる子なんで。あ、本当、ぜひぜひ。仙川いいね、うん、京王線仙川、うんうんうん、仙川でなんかあるよね。あれあの仙川の湯って温泉があります。温泉がどこでもあります。あのあれですよ、750円ぐらいで入れて、うん、結構いろんなあの露店もあるし、うんうん、お風呂も浴室もいっぱいあるんで。いや、それ普通でしょ、みんな。最近はどこでもそんな感じじゃないですか。あります、そんな750円な、高くないですか、2000円とかするイメージが。結構高い人が多い、ね、で銭湯はそこまで、うん、休憩室が広間とかあるんで、うん、1日過ごせる。何回も入ってるから。俺ね、結構好きなとこ、深大寺に、あの、なんだっけ。あ、ありますね、深大寺。あそこ結構高いんだよ。高いですね。1000円以上しますよね。あとね、好きなとこ、七沢。七沢荘っていう温泉があるんですよ。どこら辺、場所はどの辺ですか。七沢はね、丹沢。丹沢。丹沢の手前。僕はあの、綱島温泉大好きなんですよ。あ、なんか1000円くらいなんですけど、まあ、ちょっと900円が1000円値上げしちゃったんですけど、もうモルタムルの古い建物で、まあ、もうね、最高ですよ。それはさ、わざわざ入りに行くの、綱島とかに。そうです、温泉入りに行く。入りに行くだから1日過ごせるんで、うん、1日過ごせるんだから価値基準が違うんでね。1日中過ごせるんで、ね、それなんか時間潰しで行ってるみたいな感じになってるから。あ、でもなんですか、レジャーというか、まあね、温泉箱根行く人って別に何かしに行くんじゃなくて、温泉入ってゆっくりしに行くと思うんで、まあね、それをまあお金ないんでちょっと近くで、行って、でカラオケとかをおじいさんおばあさんがやってるんですよ。やってるね、よく大広間とか。大広間であれを見てるのが超楽しくて、で、それはいい、おじさんおばあさんもお酒ちょっと飲んで、ほんでチークダンス踊ったりとかしてるのを見ながら酒飲むのがすごい楽しくて、でたまにちょっと一曲僕も歌っていいですかって歌うと、もう若いもんが来たから大歓迎で、すごいこう喜ばれるんで楽しいんですよ、綱島温泉。でも一日潰せるっていうのはすごい重要ですよ、やっぱり。一回行って一日潰せますって、すごい重要ですよ、それは。あの、なんその暇なの、一日。いや、だから、あのね、みんな忙しいんじゃないの。ちゃんと、お金がないからね、ちょっとしたお金でどんだけ得できるかっていうのが大事なんですよ。確かに、ちょっとその、普通にね、お茶して、ご飯食べてお茶してとかしてると、もうすごい金がかかっちゃいますからね。そう。あの、いいですよ。3000、4000円すぐ飛んじゃうから。だからそこは重要なんです。大事です、はい。まあ、そのたまにこう、亀川さんは休日ないんですか、今。休日、まもないね。あ、ない、あ、そんな1日潰してってことは考えないけどね。やることいっぱいあるから。
いいね、いいですね。メールとかなんか暇しててすいませんとか。そうなんだよ。だからそんなに、まあ、岩井さんちょっとわかるけど、そこでももっと忙しいんじゃなかったっけって。まあ、ちょっと忙しいですよ。まあ、2日休み開けるのも相当難儀しますけどね。まあはい、まあそういうね、話はまあまああれなんですけど、はい、ちょっとそれましたけど、じゃあ音楽的にはもうこう順風満帆な感じで今はまあどうなんですかね、うんうん、やりたいことやってます。こんな感じで、な情報はあれですもんね、あのホームページありますもんね。あります。はい、はい、こんな感じでいきたいと思います。じゃあこれからちょっと脱談トークいきますか。音楽以外の、音楽以外の話、音楽以外の話、温泉の、温泉でもいいですよ。温泉でもいいし、何でも、あのそれこそ世相を切るでもいいですけど、世相を切るでもいいですか。まあね、世相か、うん、ちょっと今、ちょっとにぎわってますよね、いろいろ、ね、漫画業界にしてよ。おいしんぼ、おいしんぼ、ね、おいしんぼの話のちょっと話、さっきの打ち合わせの時にですけど、しますか。おいしんぼの話、それね、うん、そのこの間その柴崎の取材に行って、その後、三茶でうどん屋さんでライ生ライブのお店があって、そこに出てらっしゃるんですよ、うん、でその時に取材に行って、うん、はい、で終わった後、みんなでうどん食べながら、うん、ちょっとその世間話をしてる、はい、ね、ちょっとそういう話があって、そうそう、だから、震災後ね、はい、2ヶ月ぐらい経ったからかな、結構頻繁に東北の方に行く機会があったんですよ、うん、あの慰問のコンサートやったり、うん、あとは知り合いがいるんでそこに行ったりとか、あとはその原発のことが気になるんで、うん、そばまで行ってみたりとかいろいろやったんですけど、うん、やっぱりね、行って帰ってくるともうね、尋常じゃない倦怠感に陥る。そうなんですよ。今まで味わったこともない。だからもうベッドから起きられない。それを普通にボーって話をしてて、うん、その後にそのおいしんぼの話があったから、うん、あれこれ孫さんが言った話と似てるぞっていう。さすがにね、鼻血は出なかったですけど、うん、でもね、すごい倦怠感、もう完全に前でしたもんね、あの漫画の話が出る。うん、それもわざわざその実はねって話じゃなくて、何かの話でポロッと出た話だから、いかにもこう やばいって言ったらあれだけど、そうだ、ちょっとびっくりしてんだよねっていう話をしてるから。でちなみにどう思います、あのおいしいもの話は。直接おいしいもの見てないんですよ、なので、ね、何とも言えないんですけど、うん、おいしんぼを読んだことはありますか。ない。ないですか、うん。で今おいしんぼのその騒動の話はみんな把握してますか。はい、ニュースなりのなんなりの、はい、僕は多分あんまり把握できてないと思います。まあその鼻血が出るっていう描写を書いて、はいはい、それに対してそんなこと書くなーって怒ってる人がいっぱいいて、うん、予想以上にそういう反響があって、うん、その作者の人がえって戸惑ってるけど、うん、僕はちゃんと取材して書いたので僕は真実だと思いますっていうのを反論して、うん、世間的にもそういう部分もあるよねっていう人もいるけど、うん、こんなこと書いたらまた風評被害がひどいじゃないかっていう人がいて、うん、どっちかというとそっちの方が今勢力が大きいっていう感じのノリですよね、うん、あとあれですよね、その、作品の中にその現地の人の本当のリアルな声が入ってますからね。そうそうそう、井戸川さん、そうですね、あの 市長でしたっけ、ね、市長が実際にその人の話が出てるっていう、うん、でその人の言い分も確かにそうですよね。確かにそうですね、うん、その環境、石原環境大臣とかがそんなことありませんとかって言うんだけど、その市長曰く、なんでその大臣がその僕の体についてはっきりノーって言うんだよっていう話で僕は実際に話が出てんだけど困ってんだけどっていう話で、確かにそれはそうだなっていう。なんで話なんでしょうね、あの影響の出方が、うん、話って、まあ顕著な例として鼻血があるし、あとはその他にもそのこのなんかこれの目とかその喉にも違和感があるとかって言ってる人もいるし、そもそもその鼻血が出るっていうのはこの放射能関係ありなしでどういう構造なんでしょうね、普段その鼻血が出るとか 鼻打ったとか、まあ、いや、その市長曰く今までこんなその鼻血が止まらないのかなんてことはなかったのに、だから50、60になって初めて出てくるとちょっとおかしいでしょ、っていうのを気にしてる。鼻の血管が切れるってことなんですかね。鼻の血管が切れるって言いますか、鼻の中のあるね、その喉も目も一緒だけど、鼻の中もその粘膜質があって、おそらくそれが刺激されたというか、ちょっと弱っちゃったんだろうなと思うんですけど、ね、それはあるかもね。それだったら、ここだから、これなんか風評被害って言われそうだけど、震災後、うん、
それまでなかったその鼻の中がなんか切れっていう経験は結構ある、うん、すっごい痛い。僕もその気になるのは、うん、その今の科学者とかが影響は考えられませんとか、うん、その環境大臣が言うけど、はい、そういうのって変わるじゃないですか。変わってるし、20年30年後に、うん、実はその当時の科学だと、うん、影響ないと言われてましたけど、うん、今の科学だと影響は多少ありますとかっていうのが後からよくあるじゃないですか、うん、その昔の公害とか、うん、その戦争の時 の劣化ウランなのかどうか、いろんな枯葉剤とかさ、当時のあれではない、健康あります、健康には害がありませんって言われましたけど、今だとあれはどう見てもその影響だとかっていうのが後から分かるパターンってあるでしょ。だからその今風評被害だって怒ってる人は、その20年後30年後に実は鼻血が出るもんなんですっていうのが当たり前になった時にどう対処するのかなっていうのは逆に思うんだけどね。まあ、またおそらくね、その市民の人がもうわーって立ち上がって裁判になってみんな損害賠償もらうっていう流れになるとは思うし、うん、あともっと言えばその今のその現状がわからないわけないじゃないですか。変な話、もうチェルノブイリっていう例があるんだから、まあね、あれの動画を見たらもう一発で、それはでもそのそうだけど、そのおいしんぼの作者にとってはおいって感じなの、うん、だから俺のは正解だったからなんだよっていう。でもその10年後、20年後、30年後にはその作者いないかもしれないからね。そういうことですね、うん、そうですよね。だからそれこそそれでも地球は回ってる状態だってそうですね、うん、おいしんぼの今回の話題になるちょっと前に貝原雄山がその親子が仲直りしたっていうのでちょっと話題になってましたよねそれ全然話が、まあ、だから話、やっと仲悪かった親子がやっと仲直りしましたっていうのがちょっと話題になって、ね、そのちょっと後にこの今回の件聞きましたよね。うん、それは連動してるのかな。連動してる。いや、なんだろうと思って、そういうのやそもそもなんかそれはたまたまだと思う。たまたまですかね。でもなぜ今それを出すんだろうとは正直思いました。そのおいしんぼの話が、うん、なぜ今いや、だからおいしんぼはその、まあ、一応グルメ漫画だったけど、はい、それ以外にその例えばその環境問題だとかって入ってくるじゃん、はい、食べ物に対して の、はい、その残留農薬とか、はい、遺伝子組み換え、そういうの話とかがちょいちょいやるんですよね。じゃあ正しいよね。うん、でその中の流れで、うん、当然その震災の放射能の影響の、うん、作物もあるし、うん、そういうのを食べるっていう環境もあるから、うん、じゃあ取材に行きましょうってことで改めてレポを書いたと。僕はおいしんぼは漫画は読んだことなくって、うん、アニメで見てたんですけど子供の頃、うん、山岡さんっていう主人公の人と、うん、なんか仲のいい女の人が、うん、もう今結婚してるそうですね。そうですね、漫画の中では。してるよ。面白そうです。それどうしたの？いや、だから今回のニュースで、うん、記事を見て、うん、結婚してるらしい描写があって、うん、あ、そう結婚したんだと思って知りました、うん、あ、そうはい、そうですよ、結婚してますよ。結婚してるし、親子喧嘩も今仲直りしてるよ。あ、そうです、それもさっき言ったんですよ、うん、そう、元々もその対抗するその親子喧嘩だったんだけど、うん、そうですね、そうですね。だからそれは親子喧嘩、カルタさん読んでるってことですか？大体話は把握してるし、とかを、いや、ずっと読んでないけど、そのだいぶ変わってきてるっていうのを、知ってる。なんで仲直りしたんですか？やっぱぶっちゃけるとそのもうコミック買えばいいんじゃん俺もさ、コミック買えばいいじゃん。じゃああれだけど、まで興味ないんですけど、あれも相当経ってるでしょ。それこそ15年、ね、20年ぐらい経ってるから、その作者自体が丸くなっちゃったっていう部分がある。あ、やっぱりその親子の断絶を書きたかったみたいな部分がだんだんやっぱ許し合えるんじゃないだろうか的なノリになってきたんじゃないかっていう話はちょいちょい聞くけど、だ、最初は山岡さん息子寄りの味方だったけど、だんだん親父寄りになったらしいんですよ、ね、年がだんだんその作者が反映する気持ちの方がそっち側に行ったっていう話かな。そう考えるとコミ長いこと長編のコミックってすごいね、まあね、心の移り変わりでの、その人間性が変わってくると内容もやっぱり変わってくるというか、だからもう一緒に 作品も成長していくことになるんです。そうですね、まとめしたいですか？まあ、よくわからない、完全まとめがダメです、このままで飽和しちゃうよと思う収集がつくで、まあ、他のトークでもいいそうです、ね、ちなみに何かこう、これ今オフだとして、はい、でこう社会的にこう俺はこういうのを言いたいみたいなのを言っていい番組なんですけど、基本的には社会的に、うん、
快適にね、だから新聞、テレビ、ラジオもほとんど見てないので、うん、あまりそれこそ何がどうなってるかっていうのはそんなに、ポール・マッカートニーの10万円なんて高すぎんだおいっていうとかね、でもそれは好きな人はいるんじゃないかなと思うし、世の中の情報は、うん、じゃあ、うん、こういうとこで話聞いたりして入れるんですか。そうですね、人と、あとはあの、まあ、インターネット、ああ、インターネットで見たりはしてるけど、ヤフージャパンとかを見るわけですか。いや、それあんまり見ないね、うん、ニュース関係ってほとんど見ない、見ない、よく俺らが文句言ってるのは、うん、の日本の音楽シーン何とかしてくれっていうのはよく文句言ってますけど、あ、音楽シーン別に俺関係ないし、関係ないですよ、だから関係ないと思ってる、でもそのテレビから出てくるこう例えば歌が、うん、って歌だったらちょっとショックだったりしますね、うん、聞いてないからね、あ、そうか、どうでもいいしみたいな、いや、その、まあ、のあのああいう集団女アイドルグループとか大嫌いなんですけど、あ、ほんと、AKB48 って大好きだよ、マジですか、ああいうのがそんなにしてもいいんだけど、例えばその東京オリンピックの時に開会式とかに代表ですみたいな感じで出てこられたり、閉会式でモニュメントみたいなことされると、うんうん、ちょっとそれは世界から見てどうなんだろうっていう感じ、そう、でも今そのノリになってますよね、だって今秋元康ですよ、でも実行委員とか、だって安倍が首相なんだよね、あの海外から恥ずかしいと思うよ俺は、海外から見る日本のイメージって AKB48 はあながちずれてない気はしますよね、でも正直なんだから別に文化としているのは別に全然問題ないけど、代表ですみたいな感じになると、あと上川さん的にはオリンピックじゃあ開会式誰に歌ってほしいんですか。いや別にその芸能人じゃなくていいじゃんみたいな、僕はあの普通にそのパレードがあってパレードとかこう順番にしてその普通にそのなんかあれじゃんその集団で踊っているそういうのでいいじゃないですか。そうそうそう、でも海外のってなんか有名アーティストがなんか歌いません。歌うよ、このロンドンの方がすごかったね、ビートルズのちゃんとねその国の国歌を歌うんですよ、ね、だ僕は大会閉会式とかに出るんですよ、僕はね、そんな次のオリンピックで国歌歌いたいですね、僕が君が妖精少女、あと6年くらい、オリンピックはそれないんじゃないの、あったっけ、海外あるじゃないですか、オリンピック、オリンピックで国歌歌うの、国歌歌いますよ、あ、本当、はい、だ僕あの日本の国歌歌えるのは僕だと思う、本当に歌えるんですか、君が代を、まあ、歌えますけど、も君が代はみんな歌えると思う、あ、いや、まあ、はい、まあ、してはいないですけど、果たして日本でオリンピックやっていいのかどうかってなって東京で、そうね、そうね、僕はそれをよく言ってますよね、僕は反対派なんで、ダメでしょ、東京をやめた方がいいっていう、俺もそう思う、だその、あの反対意見はすごくわかるんですけども、うん、やっぱりこの国 の, あのやっぱ GNP っていうものを考えると、今ちょっとあのやっぱすごい頭打ちなところが多いじゃないですか、あの家電メーカーにせよ、金儲けだったらいいじゃないかと、やっぱそれがやらないと一回それをやらないとあのこの国は次のシフトできないんですよ、わかります、あの資金とかやっぱそれを力を貯めないと次のシフトができなくて、もう昔からそうじゃないですか、もう高度経済成長期の余力だけで来てしまったがために今こんだけ飽和してたりするし、あのちょっとあの加工気味なこの国じゃないですか、でこの国を今持ち上げるために何しなきゃいけないかったら、もうオリンピックは大事です、起爆剤になると、起爆剤にはなってくる、それもあんまり好きじゃないんだよその発想、いやそれはね、そういうまあまああのそのオリンピックがオリンピックでその金儲けのもんだっけみたいな、あのでも実際でも今株価も上がってるわけですし、これからの建築ラッシュが始まることでこの国はもっと明るくなると思うんですよ、やっぱり明るくするためにはあった方がいい、するためにはちょっと福島なんとかしようよ先に、あ、まあ、それはね、そこはみんな思いますね、そこは目つぶれないんですよね、できないよ、なるほど、これを言ってる、慣れない気がするんだよな、そうですね、そうで、かえってだからそのオリンピックやることによって福島の復興が遅れるっていう意見もある、まあ、完全に足引っ張ってますよ、それはでも明らかにそうですね、明らかにそうです、人が足りない、それから資材が足りなくなるのは、うん、このもしこのきっかけで、うん、そのこの国のあのちょっとその辛い見せたくないところを、うん、あのすぐ解決しようっていう風に流れになってくれたらいいのになとも思うんですよね、うん、ただその土をこう枠に固めて凍らせるとかそんなんじゃなくて、うん、もっと根本的なところからしっかり変えてもらえるといいなと、そのきっかけにもなる可能性はあるじゃないですか、実際その
東京と福島のこの距離で、うん、この距離で安全ですとか、うん、誰が見ても、うん、あそうですねって言うわけないじゃないですか。言えないね。言えないでしょ。でも、でも葵さんは安全ですって言ってるじゃん。そうだ、通用するわけないじゃないですか。そんなもう人のねあれが、うん、そんなもう完全そんなん通用しないの多分言ってる方にも分かってると思うんですよ。まあ、言わなきゃいけない立場なのもあると思いますし、ただ今はそう言ってるけども、それでまあそのなんとかまあ時間稼ぎでも何でもいいですけど、そのこの東京オリンピックをきっかけにそういうところもちゃんとしっかり直してもらえたら嬉しいなと思いますね。まあね、でその暁には国歌を歌いたいと。国歌を歌いたい。そうです、あのだってオリンピックで国歌を歌いたい、あのこの国で国歌を歌える男はもう柴田裕樹しかいないと言われてる。今日歌ってくださいよ、ね、最後に。も今からその国歌を歌う人とか今まで歌った人に喧嘩売ってるような感じで、ね、だってお前らには無理だって言ってるかもじゃないですか。僕が3つ目、国歌を歌える人の一人ですよね、わかるけど、うん、僕だけですって言ってる。いや、もう僕、いや、もうその10もうその10年後まだもうちょっと短くなったけども、うん、はい、のオリンピックでは僕しかいないってやっぱ言いたいですよ。まあ気概があるんですね。そういう人男にはなりたいですよ。やっぱり。わかりました。じゃあ2020年お楽しみにっていうことで。そうですね。はい。だそれまでは僕は国歌歌わないですけど。温存するんですか。温存します。完全温存します。そこで大抜擢ですね、それ。パン。誰だって。そうです。はい。はい。締めますか一旦。ね。話長くなるからね。ね。もっと話長くなっちゃうからね。はい。ゲストコーナーでございまして、はい、このままだと引き続きマコさんも出てもらいますので、はい、ありがとうございます。はい、ではゲストコーナーでございました。ザマッ